このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え。パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待て、フランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しくらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。返せ。さあ乗れよ、フランキー、俺の船に。生意気言うんじゃねえよ、ハリボテ修理しかできねえ素人どもめ。これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったー。ちょっと行ってくらー。